穂波み経度は、幕末の公家、明治期の官僚、政治家、元老院議官、近畿官施行、山城国京都で、左中弁、下十字明の次男として生まれ、穂波み常春の養子となる。嘉永三年十二月十七日に元服し、昇殿を許され、伊勢健介に任じられ、嘉永四年一月十八日右京大部となる。 安政5年神八88強烈3次元に加わり、慶応2年8月朝廷刷新の22強県議に加わった。慶応3年3月国事御用係となり、さらに初期役並み藩王応接係を務めた。蕎麦、伏見の戦いが起こり、伏見表戦上司番役に任じられ、三余助役、近畿奉行を歴任。戊辰戦争に大徳三として、 各地を転戦した。明治元年12月19日民部教に就任。明治2年3月6日表部省閉学寮、雇用係、閉学言の神総統に転じ。明治4年3月22日まで在任。明治2年6月2日母親の先考により、焦点六百国を衛生化しされた。1876年6月30日に隠居し、長男京富士が家督を継いだ。 1879年12月22日、公部城御用係に就任し、以後、皇居御造営御用係、宮内省御用係、県皇居御造営事務局御用係、吹上浜御園金番などを歴任。1886年2月5日、被職となり、1889年2月4日に、被職満期。同年9月18日、新官係、 漁政取調べ専務に就任。1890年6月12日、元老院議官となり、同年10月20日の廃止まで在任し、非職、同日、近景官志向を仰せつけられた。ありがとうございます。